緊張しています。郡上踊り一緒に楽しめましたか？今回ほぼ初めて農業遺産で太鼓を叩きました。郡上踊りでは歌詞の中に鮎の魚という言葉があったんですが、そこが非常に農業遺産と関連深い部分です。詳しくはぜひ練習編をご覧ください。それと今年は郡上踊りオンライン開催をしているそうなので、そちらもぜひご覧ください。それではチャンネル登録お願いします。自慢出て